これ本当ちょっと前の話なんですけど、あの後輩とかとお酒を飲んで家に帰ったんですよ、うん、で家帰ったらいつも下の郵便受けであのダイヤル合わせて郵便物とか取るんですけど、はいはいはい、まあ無駄なもん入ってますけど、うん、1個ガス東京ガスからの紙が来てて普段 見ない紙で開けてみたら、はい、あのガス止まりますよっていうのが来てたんですよ、うん、であの後から分かったんですけど最近引っ越ししたんですよね、うん、でいつも振りあの引き落としになってたんですけど、うん、最初の月はなんか払い込んでくださいっていうそういうのがあるみたいなんですよ、うん、で僕それを忘れてて最初の月の払い込みだけ忘れてて、うん、ずっと引き落としになってたんです、うん、でもその最初の月の分が払い込まれてないんでガス何日までに払い込まんと止めますっていう紙やったんですよ、うんうんうん、でまあ酔いながらもこれもうあ払えるんは明日の朝ぐらいしかないわ、なんかコンビニでも払えないちゃんとそこに行かなあかんやつやったんで部屋に慌てて戻ってそれを財布の中に入れまして、あこれ入れたら忘れるかもしれん、でも出してたら忘れるかもしれんと思ってあの電話の家の電話の横にあるメモ用紙をちぎってあのボールペンでガス代忘れないって書いてテーブルの上に財布で押さえといたんですよ。でそのまま寝たんですよ。で朝起きたら奥さんがもうさっき起きてて、うん、いやおはようって言ったら、うん、なんか普段とちゃう感じなんですよ、うん、おはようみたいな感じで、うん、え何その感じって言ったら、うん、え別に、うん、いや違うやんそれ言うてやなんやねん、うん、って言ったら、うん、昨日お楽しみやったんだねみたいなこと言うんですよ、うん、全然意味わからないんですよ、うん、いやなんやねんって言ったら、うん、マジっすよ、うん、ガスよって誰よマジっすよマジですよこれ。それでもわからないからガス屋が誰かがわかんないからガス屋は忘れないっていう、そうですよね、ガス屋言われてわからないですから誰やねんっていうから、そういうのおっしゃるわからなかった、全然わかんないです、ガス屋って誰やん、そんなふわっとした名前ならわかんないですよ。いや誰よ気持ち悪い名前ですし誰よそれって言ったらその紙を自慢げん出してバカじゃないの言ってでそれでも紙が分かんないんですよ。でそれ見てもうなんかわって分かって説明がするのもなんか怖いじゃないですか。もう何かもう何が起こりすぎて全部がもう何やその感じ、決着つかないよ。